ブダノワは、ソ連同農赤軍航空隊の女性エスパイロット。愛称は、カーチャ。公認撃墜機数は11機。新英上級中尉ロシア連邦英雄。スモレンスク県のコノプラアンカ村の廊下に生まれた、ロシア人。モスクワの航空機工場で働いていたが航空機に興味を持ちパイロットになった。1937年以降は、教官として、 パイロットの育成にあたり、関越飛行などにも参加していた。1941年6月のソ連へのドイツ進行後、同年9月に女性航空連隊編成所に入隊し、第586戦闘機航空連隊へ配属され、1942年4月から戦闘に加わった。1942年9月、第437航空連隊に転属し、 スターリングラード上空の空中戦に参加した。10月6日、10-88を撃墜し、最初のスコアを上げる。11月中旬、ボーイフレンド -109-2 機を共同撃墜、HE-111 を自ら撃墜した。12月10日、ボーイフレンド -109-1 機を撃墜。1943年1月、リディアリトバクと共に、 第8空軍の第73新栄戦闘機航空連隊へ転属。連隊長はブダノアを信頼し、彼女を了機にした。同年2月23日、赤星勲章を授与される。3月末、FW-189 を撃墜。さらに3月から6月の間、ブダノアは共同撃墜2期のスコアを上げた。7月17日、 10-88を撃墜し、間もなく一等祖国戦争勲章を授与された。1943年7月19日、3機のフォッケウルフ FW190 に囲まれ、うち2機を撃墜したが、ブダの脇も被弾。胴体着陸を試みるものの、ドイツ軍爆撃機が投棄した爆弾により生じていた、破裂工二蒸機が突っ込み彼女室友爆発、最後を遂げた。 司令部は彼女をソ連邦英雄に上進したが、これは実現しなかった。この日までにブダノワは通算で266回出撃し、個人撃墜6機、共同撃墜5機のスコアを上げた。1993年10月1日、ブダノワにはロシア連邦英雄の称号が授与された。モスクワのクンチェフスキー地区には彼女の名前の通りがある。モスクワの 第63中学校には彼女の記念碑が建てられた。ありがとうございます。